けるようになったんだ多分。警備の仕事に戻れますか。ここの季節様、そんなのばっかりだね。お話が。どんなところにいたんだ。もう治りかけてるの。石膏仲間がここから西に遺跡を発見しました。中で始祖たちの遺物を見かけたものの回収はできなかったそうで、ひょっとして生きる始祖様なら回収の方法がわかるのではないかと。どうかな、今度寄ってみるよ。ごきげんよう、始祖たちのお導きある。しばし長時間。調子はどうだ。ああ、始祖よ。私の弟のことで頼み事があるのです。もうあらゆる手を尽くしましたがどうにもならない。ああ、話してくれ。感謝します。私はジョマ遠征隊の武器管理をしております。部隊の武器装備を整え備えさせるのが仕事です。それを怠りました。弟のオリスが島の北部にある塔の偵察に行ったのですが、未だに帰還しないのです。捜索隊の派遣は監察官に却下されました。逆らえば免職となります。どうすれば。まだ生きてると思うのか。オリスは昔からサンフランシスコに強い興味を持っていて、この遠征にも飛びついたのです。弟が夢見た場所で死んだなどとは思いたくない。お願いします、助けてくれたら武器を何でも提供します。北に行ったら弟を探してみるよ。感謝します。弟は始祖の遺物を身につけていました。フォーカスで探知ができるかもしれません。どんな遺物だ。サンフランシスコのホログラムが映る鎖のついた金属片です。肌身離さず持っていました。預言者たちによると、この町に始祖たちを呼び寄せるためのものではないかと。ということはそれ以上解析できなかったってことか。失われた知識です。もし弟が死んでたら遺物を持ち帰ってもらえますか。オリスの大事なものを持っておきたいのです。どうか。もちろん。無理よ、こんなんじゃ二度と故郷には帰れないに決まってる。大丈夫、必ず帰れるから。ハリウム、コンパスの回収なんて絶対無理。もう一生帰れない。始祖の生まれ変わり、誠をもたらすもの。アーロイでいいよ。故郷に帰れないと話していたな。先導船がみんな壊れたんです。嵐や岩礁によって私たちの航海に不可欠な装置ももう使えない。ただ一隻だけジャイロコンパスが生きてそうな船があるんです。でもあの船がある島は周辺の波が強すぎて近づけなくて、コンパスなしじゃ帰れないし、故郷の大事な人にももう二度と会うことはできない。クリスティア、大事な人を残してきたのか。私の妻ミアンドラ、偉大なるデルタで農業をしてます。この任務に選ばれた時、行くなと懇願されました。帰還できないかもって。そしてそれは正しかった。さよならも言わずに出てきて、もう二度と彼女には会えないんです。お前たちは兵士なのか。いいえ、航海士です。ハリエムと、こっちはクリスティア。その装置の使い方はわかるのか。ジャイロコンパス、私だけが使える装置なんです。ハリエムは遺産に記された海図を暗記しています。つまり二人一組で航海するのか。クエンのやり方です。一人だけに知識を持たせてしまうと、そのものが敵の捕虜となってしまった時、帝国が脅威にさらされる。クエンは本当に抜け目ないな。
そのジャイロコンパスっていうものは何なんだ？かつて始祖たちが船の位置を知るために使った装置だそうです。ただ海図と照らし合わせることでしか使えない。そんなものをどうやって手に入れた？始祖の贈り物を持つあなたには教えても差し支えないはず。故郷の地で預言者が古の船を見つけて、それを私たちが使えるように改良したんです。それで航海が可能に。装置が残ってる船があると言ったな。ええ、私たちの船です。ここに上陸する前に雨と突風に見舞われて、他の船のように湾まで到達できず座礁したのです。皆船を脱出し海にその身を任せた。諦めかけたけど、始祖の導きで南西の浜辺に流れ着いたんです。石膏に発見されここに来ました。でももう帰れない。ジャイロコンパスを積んだ船は座礁して、とてもじゃないけど近づけないから。力になれるかも。空は飛べないでしょ。さすがに無理だな。方法を見つけたらまた来るよ。彼女は始祖の生まれ変わり、何とかしてくれるかも。あまり期待はしすぎないようにしておきます。でもどうもありがとう。船までは行けそうにない。少なくとも今はな。あれがジョマーの言っていた塔だな。サンウィングで溢れてる。まずいな。調べて、ジョマーが言ってた異物がないか確かめよう。靴に水が入った。異物はなしか。ジョマーの弟ではないな。他に誰かいないか周囲を探してみよう。ジョマーの弟か確かめよう。
でもまずは機械を片付けないと。異物はないな。どちらがオリスなのかもわからない。機械に反撃して落とした可能性はあるだろうか。フォーカスで調べてみよう。手がかりは見つからないな。フォーカスで足跡をたどってみようか。あったぞ。オリスは機械から逃げ切ったのかも。たどってみよう。機械だ。追ってきたようだが、オリスが返り討ちにしたのか。あいつのオーバーライドのデータが別の機械路にあるはずだ。塔の中に逃げ込んだみたいだ。外にいるサンウィングから逃げるためか。痕跡はここまで。塔を登っていったんだ。
狩りのために持っておこう。行き止まりか。外からならもっと上に登れるかも。ああ、気が抜けないな。調べてみて、異物があるか確かめよう。異物だ。中のデータをフォーカスが受信してる。待てよ、これは観光客に向けたサンフランシスコの地図だ。解析できていれば偵察隊を派遣せずに済んだのに。アルバに伝えよう。アーロイ、どうしたの？アルバ、ボーハイが興味を持ちそうなデータを見つけた。今から送る。渡しとくね。ありがとう。この遺物を持って帰って、オリスのことを準備に伝えよう。一気に降りる。
ード殺し、普通の機械より危険だ。塔はサンウィングで溢れていて、中に逃げ込んだみたいだけど、これを大事そうに持ってた。オリス。中に地図が入ってた。それがあれば偵察隊を危険にさらすことなく土地を把握できる。アルバが防廃に共有した。お前の弟のおかげだ。どんなデータを渡しても弟は戻ってきませんが、死が無駄にならないのであればよかった。約束通り私の武器は提供します。素材をいただければここにあるものをお作りします。なんならこれを試してみては。いいものです。役に立つならお作りします。ありがとう。オリスを救えなくてすまない。いいんです、気になさらず。お望みならば強力な武器を提供します。